て続いてご紹介する企業さんなんですが、お二人はご自身の立場がパートナーと逆転したらとかって考えたことありますか？奥様と立場が逆だったら、ミシェルさん。あ、いや、家庭に入って料理作って、あ、そうですね、できない子供を産めない、掃除しない大変なことになっちゃいますね。はい、大変な。ちゃんはもし恋人がいらっしゃって、恋人と逆転したら、もし逆になったらご飯をおごりますよ。おごりますご飯おごります、ちょっとちゃんと私が稼いでおごります。もう切符いいじゃねえか、なんか自分だけの。いやいやいや、まあ、そういう気持ちはあるのね。あります、気持ちだけは。やっぱりそれは男性がやっぱりおごるべきだっていう風に。いや別に私は割り勘でも別にいいんですけど。今世の中割り勘なんだろ。あ、ちょっと揉めそうなのでこの話次に、ご紹介しますのは、建築業界で元々の立場から新たな立場へと逆転された、そんなビジネスを行っているというこちらの企業様です。3年後に迎える東京オリンピック、その開催に向け各地で建設ラッシュが相次ぎ、業界にはすでに大きな経済効果がもたらされている。しかし価格の高騰とともに叫ばれ始めたのは、品質の低下や人材不足といったお客様目線とかけ離れたものであった。そんな現状を変えるため、建築の世界から信頼と実績を築き上げる男がここにいる。エージック株式会社代表取締役佐久本義成。安心と安全を作るため、自身の経験を生かした事業を展開するエージック株式会社では、各分野に精通したスタッフとともにお客様にとっての満足を追求。設計施工だけではないトータル建築プロデューサーとしての信念で、掲げた目標へ邁進し続けている。今回は佐久本義成をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。品質を上げてコストを下げる、はい、そうです。これ夢のような、夢のような。そうですよね。特にですね、建築っていうのはですね、見えないものにお金を出すという発注の仕方になるんですよね。でそれに対して1億2億という物件があったらですね、要するに何もない状態でそのお金を出さないといけないという非常にリスクの高い発注方式になってきますので、その辺をアドバイスしてですね、より安く、より良いものを、ね、一緒に作っていこうという、そういう会社でございます。建設業界の実情から伺いたいんですが、はい、現状どんな感じですか？そうですね、今2020年に向けてですね、建設業というのは非常に潤っている状況です。まあ、特にこの東京ですね、東京は非常に、人材不足でもありですね、その材料もかなり高騰しているというのが、でそれに対して、やっぱり発注者さんはなんとか2020年に向けてですね、早く仕上げないといけないという焦る気持ちがありまして、非常に矛盾しているといいますかね。もったいないですよね。もったいないですね、はい、そもそもどうして、はい、そういった事業をですね、立ち上げようと思われたんでしょうか？はい、私前職はですね、建設会社の方で、まあ、現場管理をさせていただいてましてですね、その中でですね、現場所長になった時にクライアントの方と接触しないといけないんですよね。でその時にふと思ったのがですね、向こう側に専門家がいないなっていう。ですので建設会社の言うことが全てになってしまってたんですよね。こちらサイドとすれば分からないから。そうなんです、ね、多分言ってることが全て正しいと思っちゃいますよね。そうです。そこにアドバイザーが横におればですね、もう少し安く発注することができるんじゃないかなっていうんで、まあ、横に立つ人間っていうのは必要じゃないかっていう。建設発注者のその代理業務をされている会社っていうのはどうなんですか？はい、多いんですか？少ないんですか？少ないですね。やっぱりそうですよね。全然聞いたことないですもん。ですけども今後必ず必要になってくる業務って言いますか、もともと建設会社にお勤めの方 で、はい、で現在はもう代理業務をやられていて、はい、立場逆転してますよね。裏の裏まで知ってるという逆の立場でやってるので、戸惑いもあるんじゃないですか？はい、それは本当そうだよね。まあ、ですけども我々 の、 その目的はですね、建設会社をいじめるんではなくって、
建設会社もしくは設計事務所と一緒にいいものを作っていこうという意思があるので、まあそこはですね、値切りやすって思われることもあるんですけど、最終的にはですね、そういうことじゃなくていいものを安く作っていこうという、そこの精神は一緒にやっていくので、まあそれほど困ることはないですね。建設業界を良くしたいというゴールは一緒ということなんですね。はい、そういうことです。立場が逆転したことで、はい、こう自分が大変だったみたいなことってあるんですか？立場が逆転して一番最初の仕事がですね、昔いた古巣の建設会社だったんです。一発目が、はい、じゃあもともといた会社を精査する立場になったっ。そうです。やりづらい。申し訳ない、佐久本よって言われるでしょ。その通りです。そうですよね、絶対行きますよね、それ。前の上司から電話かかってきましてですね、お前何してるんだということで、電話かかってきましてですね、お前たくさんいろんなことを調べられてるぞということで、だから建設会社から取ったら言ったら交渉相手なんで、やっぱりその人間はどんな人間かっていうのを調べてたんだと思うんですけども、それに負けじとですね、建設会社の方からはもう歩み寄ってくるじゃないですけど、もっとこうしてくださいよって言ってくるんですけど、私はもうクライアントの立場なんで、それはダメですダメですっていうの。その仕事を初めてこういうジャンルが、コンストラクションマネジメントのジャンルがあるっていうのは、どちらかで日本にいながら知ってたんですか？そうですね、海外にはそういうのも先にあるっていう。はい、そうなんだね。歴史は結構あるんです。じゃあ日本は結構遅れてる方になる、遅れてますね。はい、どうして少ないんですかね。まあいろいろ原因はあるんですけども、一つはやっぱり建設会社がしっかりしてるという、そういう頭で皆さん見られてるんですね、発注する方が。それがだんだん今ですね、技術者が少なくなったり、その契約、社員の方が増えてきてですね、そういう技術を守るっていうことがだんだんなくなってきてるんですよね。でそういうのでだんだんその建設業自体もこう技術が低下しているということで、本当は危ない状況なんですけど、発注者は前の頭のままなんで、そのままいけるだろうということで、発注されてるんですよ。でそれがだんだん分かってくると、その我々のコンストラクションマネジメントっていうのが必要になってくるんじゃないかっていうことを気づく会社さんがだんだん出てくると思うんですよね。立ち上げの頃はどのぐらいお客さんいらっしゃった、はい、いや最初はそうですね、少なかったですね。まあ1年に2件とか3件ぐらいしかなかったんですけども。1年に、はい、今何年ぐらいやられてるんですか？今ですか、はい、今会社を起こして11年ですね。11年、はい、はい、今では世界にもその受注があるということ で、ね、ちょっとフリップあるんですけども、はい、今メインでやらせていただいているのがですね、ベトナムの方で工場建築の方をたくさんやらせていただいています。ついてますね、赤丸、はいはい、それから、まあ、中国、それからインド、スリランカですね。それと、まあ去年はちょっとフランスの方行ったりですね、あとメキシコの方行ったりさせていただいてます。グローバル企業ですね。そうですね、はい、うん、そして日本国内にもあるということで、はい、日本国内はですね、もう全国あちこち行ってまして、北は北海道から南は九州ですね、まあ、沖縄はまだなんですけど、はいはい、ちょっとですね、はい、日本の案件のことも聞きたいんですが、はい、日本の案件の具体例などありますか？はい、そうですね、一番最初にさせていただいたのはもう大学の校舎をやらせていただいてですね、たまたまその設計事務所の先生が理事長とお友達だったので、なんとか採用してくれっていうことで、非常にお力添えを得て初めてやらせていただいたんです。最初それが私のフロスの会社とやったんですよ。でその次ぐらいから本格的にですねやらせていただいて、非常に大きな工場をスタジアムぐらいの敷地の中に、そのグランドぐらいの大きさの工場を、はい、2軒目でやらせていただいてですね。じゃあじっくり時間をかけて、それは実際は非常に短期工期でですね、建設会社はもうことごとく断られてですね、やっと一社見つけて、そこに雪の降る中4ヶ月で仕上げたという、それだけの大きさのものを。 まあそれで非常に実績を上げまして、もうそこのクライアントさんとはもう未だに個人的にも仲良くさせていただいて、今ちょっとフィリピンの方で新たな、はい、やらせていただいてます、ね、気になるのは、はい、
コスト感なんですけれども、一応ね2つのパターンがあってですね、その圧縮額の何パーセントという成果報酬型と、もうこのプロジェクト一つでいくらっていう、その2パターンがあるんですよ。で額に関してはその大きさによって変えてますんで、差額で言えば、まあ、20% から 30% とかですね。工期を短くするとかできたりとかは、はい、もちろん工期を短くするというイコールですね、これコストも下がるんですよ、ね、人件費減りますしね。そうなんですよ。でも心配度は増えないんです。そうですね、そうですよね。そこを我々がフォローする、バランスを見極める、ね、建設会社の経験が終わりだからこそのアドバイスですよね。なんかちょっとあのぶしつけない質問ですけど、はい、ゼネコンからクレームとかは来たりしないですか？あのね、プロジェクト始まった時はすごい抵抗感があるんですよね。ですけど終わった時はあの一緒にやってもらって本当 ありがたかったですって言われることが多いです。はい、としたものご自身 その要因は何だと思ってらっしゃいます？それやっぱりクライアントもですね、あのむちゃくちゃなことを言う場合あるんですよね、うん、例えばその3月末の期末に向けて皆さんやってるんですよね。それが1ヶ月延びると社内でも非常に問題になるっていうことで、うん、むちゃくちゃ縮めたりするんですよ。ゼネコンにとってはそれ非常に困るんですよ、うん、なるほど。それからそれを我々未然に防いで、うん、お客さんに全部説得してですね、うんうん、あと追加とかですね、それをもうこれつけてくれあれつけてくれっていう話なのにお金を払わなかったりとかですね、でそれはちゃんと払ってくださいよっていうことは私が交渉するんですよ。あ、それがだから逆に先方から 助かるという。そうですね。それから私が目標としているのは要するに建設業全体を良くしていこうっていう最大のミッションがありますので。社会の基盤となる建築の世界から新たな形を発信し続ける佐久本義成、そんな男が掲げた今後の展望とは。もう海外にですね、もっとその日本の技術っていうのをどんどん伝えていきたいなっていう。私はあの日本っていう国は全てが日本一だと思ってますんで、まあ建築の技術もそうなんですけど、まあ食事でもそうですし、美的感覚も世界一だと思ってますんで、世界一、それをあの全世界に伝えていく、その建築部門だけですね担いたいなという。分かりました。では、はい、最後に、はい、佐久本さんの格言があれば教えてください。はい、いつも思っているのはあの近江商人の三方よしですね。売り手よし、買い手よし、世間よし、社会よし、はい、ですのであの商売するにはですね、やっぱり買い手だけが得をする、売り手だけが得をする、それで社会を乱すとダメですよっていう、そういうことを言われる格言があってですね、やっぱり仕事をする上でお互いウィンウィンであって、それが社会にとってどれだけいいかっていうことをですね、あの絶えず考えながらやってるというのが私の格言ですね。はい、もう常に平和引き負い人で、はいはい、平和引き負い人、おかしいか、平和受け負い人で、そうです、今後ともよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。